どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合の滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問11から問20までの解説を始めていきたいと思います。皆様、準備はよろしいでしょうか？過去問についてはですね、下の概要欄のところからダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひ、ご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。では、問11です。はい、ここは第一章のとこですね。はい、高齢者への医薬品の使用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを一つ選べというところで、はい、こちら答えは3番が正解ですね。3番が正解となります。ABC。まあ大丈夫でしょうか？高齢者。ちょっと一応参考に書いてみました。高齢者、65歳を目安となりますので、65歳以上の人がですね、高齢者という形になります。ここを70歳とか75歳とか他の数字で引っ掛けてきますので、しっかりと確認しておきましょう。はい、そしてそんな、高齢者。まず A はですね、基礎体力とかですね、生理機能の衰えとか個人差が大きいです。そうですね。はい、それから B に関しては、細かい文字などが見えづらい。まあ、こういったことも、もちろんね、個人差になりますけど、見えづらかったりもします。それから C もそうですね。はい、そして D。誤りですね。一般用医薬品は、作用が比較的、穏やかであり。そして、高齢者が複数の医薬品を長期間使用しても副作用を生じるリスクは低いよとありますけど、そんなことありませんね。低いというわけではございません。はい、なのでここが誤りですね。はい、ということで、D は誤り。ということで答えは3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問12番です。妊婦または妊娠していると思われる女性及び、母乳を与える女性、授乳婦への医薬品の使用に関する記述について正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A です。流産や早産を誘発する恐れがある一般用医薬品はないよとありますけど、そんなことないですね。例えば下剤とか、流産とか早産を起こす恐れがありますので、気をつけなければいけませんでしたね。はい、なので A は誤り、そして B と C は正解、そして D、妊婦が医薬品を使用した場合、血液胎盤関門、これ胎盤のところにありますね、胎盤関門によって、医薬品成分の胎児への移行がどの程度防御されるか、すべて解明されているわけではございません。なかなかこのあたりは解明は難しいので、すべて解明されているわけではございませんので、 D は誤りということで答えは3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問13番です。プラセボ効果に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B 正解、 C と D は誤りですね。はい、どうでしょうか。プラセボ効果に関してはよく試験でも狙われてきますし、あとは出題範囲としてはですね、すごく少ないので、狭いので、なので、ここのところをしっかりと勉強していきましょう。はい、そして C、プラセボ効果には、時間経過による自然発生的な変化は関与しない。いやー、関与してくるんですよと、関与しないではなく、関与することがね、考えられておりますので、C は誤り。そして D、一般用医薬品の使用による、よりもたらされる望ましい反応や変化が、プラセボ効果と思われるときは、購入者に対して使用の継続を進める。いや、プラセボ効果を期待していくことはよくありませんので、D は誤り。ということで答えは1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問14番です。医薬品の品質に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、答えは2番が正解となります。A は正解、そして B が違いますね。何が違うかというと、高温や多湿、光などによって品質の劣化を起こしやすい一般用医薬品には保管期限が表示されていますよ。うん、そんな期限はないんじゃないですかね。なので、こちらにちょっと書かせていただきました。使用期限でしたね。はい、このあたりは第4章、それから第5章のところでも出てきますよね。例えば第4章のところでは、使用期限というのは、製造後、ね、3年を超えて、正常備品質が安定じゃないものに関しては、表示の義務がありましたね。それが第4章で出てきました。それから第5章のところでは、3年を超えて正常備品質が安定なものに関しては使用期限は書く必要はありませんでしたので、はい、このあたり4章と5章、違いますので、そのあたりもね、ここ1章のところでもね、こういったところの関連の問題が出てきておりますので、十分に気をつけておきましょう。はい。
ということで、C と D は正解なので、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い15番です。はい、答えは1番が正解となります。一般用医薬品で、対処可能な症状などの範囲に関する記述の整合について、正しい組み合わせを一つ選べというところで、はい、こちら、A は、そうですね、生活の質、QOL と言います、クオリティオブライフの略なんですけども、改善向上効果は、期待できない。期待できますから、ね、A は誤りです。それから B、重篤な疾病に伴う症状の改善には適切とは言えないと。そうですね。重篤なものではないんですよ。何かというと、あくまでも一般用医薬品というのは、軽度な疾病に伴うものとなりますので、重篤なとか、そういったものは誤りとなります。はい。そして C、生活習慣病などの疾病に伴う症状発現を予防するというところですね。はい。予防する。そうですね。予防は正解ですけど、治療ってもし出てきたらそれは誤りとなりますので、この点も十分に気をつけておいてあげてください。はい。そして D、健康を維持増進する健康状態の自己検査はできない。いや、一般用検査薬ありましたよね。なので検査できますので D は誤り。ということで答えは1番が正解となりました。はい。では次、問い16番に行きます。一般用医薬品の販売時のコミュニケーションに関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A は正解。そして B、購入者があらかじめ購入する医薬品を決めている場合、医薬品の販売に従事する専門家は、購入者の個々の状況把握に努める必要はない。いや、そんなことないです。努めてあげてください。なので、B は誤り。そして C、医薬品の販売に従事する専門家が購入者側の状況を把握するため、購入者に尋ねる場合には、一般用医薬品の使用状況のみを簡潔に違いますよね。例えば医療用医薬品とか過去の起用歴とかそういったものをですね、いろいろ聞いてあげてください。なので C は誤り。そして D、購入者側に情報提供を受けようとする意識が乏しく、そして症状のある購入者との、コミュニケーションが成立しがたい場合には、購入者の状態や、様子全体から状況を把握することで十分。いや、そんなことないです。しっかりとコミュニケーションを取ってあげてください。なので D は誤り。ということで答えは5番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い17番です。サリドマイド及びサリドマイド訴訟に関する次の記述の成功について正しい組み合わせを一つ選べ。はい、訴訟問題が出てきました。大丈夫でしょうか？順番に押さえていきましょうね。はい。サリドマイド。まずここ答えは3番が正解となります。はい。まず A です。サリドマイド製剤は使用した男性の精子形成脳に異常を起こし、サリドマイド。いや、違うんですよ。何かというと、サリドマイドは、妊婦さんが使ったことによって、お腹の中にいる赤ちゃんに影響が出てしまったというものでしたね。そう。生まれてきた赤ちゃんに手足がない、四肢欠損の状態、あとは先天的な異常、例えば耳の先天的な異常とかが生じてきてしまった。それが何かというと、サリドマイドは、R 体の方は、鎮静作用があったんですけど、S 体の方がですね、血管新生を妨げる働きがありました。血管新生を妨げるというのは、新しく生まれる血管が作られない。だから新しく血管が作られないから細胞が育っていかない。だから四肢欠損のような症状が出てくる。そんなのがサリドマイド製剤というものになりました。はい、だから A はですね、男性の精子形成脳とかっていうところが誤りとなりますので、A は×ですね。はい、そして B、正解ですね。血管新生を妨げる、これも R 対 S 対書いてないですけど、R 対 S 対しっかりとですね、理解しておいてくださいね。R 対が何か、S 対が何かというところまではいいです。化学構造のところはいいので。なので、まずは、どっちが R 対が鎮静、S 対が血管新生を妨げる、ここのところをしっかりとつなげておいてください。はい、そして C。日本では、西ドイツ、レンツ博士という人なんですけど、が、警告を発したにもかかわらず、出荷停止、日本では、遅れた。約1年ぐらい遅れておりました。なので、そういったところが問題視されました。C は正解ですね。そして D、サリドマイド訴訟は、我が国では、製薬企業のみじゃないです。国も、訴えられました。国と製薬企業が訴えられましたので、D は誤り。ということで、答えは3番が正解でした。よろしいでしょうか。はい、では次行きましょう。問い18番です。スモン及びスモン訴訟に関する記述の整合について、正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、今度はスモンです。
はい、スモン、A ですね。スモン訴訟とは、催眠鎮静剤として販売されていたキノホルム製剤。ん？催眠鎮静剤は先ほどサリドマイドですよね。そうですよね。キノホルム製剤、確かにスモンはキノホルム製剤となります。で、こちらはどういった、で、そして亜急性脊髄視神経症、このあたりも合ってます。ね、ただ、催眠鎮静剤ではなく、成長剤として使われてました。胃薬でもいいです。胃腸薬でもいいです。成長剤として使われておりました。なのでそこが違いますね。はい。そしてキノホルム製剤も合ってます。亜急性脊髄視神経症も合ってます。そして亜急性脊髄視神経症。要は脊髄、背骨のところ、皆さんね、この背骨のところに脊髄というのがありまして、その脊髄のところがやられてきてしまうんですね。はい。で、これ成長剤なので、まずはお腹のところに初期に症状が出てきます。なので B ですね。初期には腹部の膨慢感から激しい腹痛を伴う下痢が生じて、そして、下半身の痺れ、脱力。要はこれは脊髄のところがやられてしまうので、脊髄損傷した時には、こう足が動かなくなってしまったり、手が麻痺してしまったり、そういうことがありますよね。はい、なので、脊髄のところがやられてきてしまうので、下半身の痺れや脱力が出てきます。そして歩行困難が出てきて、そしてその脊髄は今度は上半身の痺れにもつながってき、そして、視神経症なので、視神経のところもやられて、最悪失明に至ってしまうというものでしたね。大丈夫でしょうか？ちょっと早口でしたね。ちょっとゆっくり聞いといてくださいね、皆さんね。よろしいですか？はい、そして、C 行きましょう。はい、これは正解ですね。そして D、スモン訴訟を契機として、医薬品副作用被害救済制度というのが、創設されましたよというところで、そうですね。はい、これスモン訴訟、あとはサリドマイド訴訟ですね。サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として、制度ができました。なので、スモン訴訟などとかっていうところでもね、正解となりますので、D、正解ですね。はい、ということで、問い18は3番が正解となりました。よろしいでしょうか。では次行きましょう。問い19番です。HIV です。はい、来ましたね。HIV です。カッコに入るべき軸の正しい組み合わせを選べということで、答えは5番が正解となります。はい、こちら。HIV 訴訟は血友病です。はい、血友病患者さんに対して、血液凝固因子製剤を使いました。で、この血液凝固因子製剤に、HIV、ヒト免疫不全ウイルスですね、V です。ウイルスを、が混入したことによって、血友病患者さんが HIV ウイルスに感染してしまったことが大きな問題となりました。はい、ということで、こちらはですね、大丈夫でしょうか？名前のところですね、しっかりと押さえておきましょう。はい、ということで、5番が正解となりました。では次、問い20番です。クロイツフェルト薬物病 CJD の CJD 訴訟に関するものです。はい、正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となりました。はい、A はいいでしょうか。CJD は脳外科手術に用いられた人乾燥硬膜。人乾燥硬膜をですね、硬膜という膜がありまして、それをですね、脳外科手術に使ったことによって、その人乾燥硬膜のところに、タンパク質の一種であるプリオンが感染したことによって、人乾燥硬膜にですね、入ってしまったんですよ。入っておりまして、そして、脳外科手術の時に、使ったことによって、プリオンが脳に感染してしまった。そんなことで起きた、訴訟問題となっております。はい、なので、これ B が違うんですけど、細菌でも、ウイルスでもない、臨死質、これ細菌ですよ、ウイルスですよとも聞いてきます。臨死質ではなく、これは、タンパク質の一種であるプリオンが原因となっております。はい、そして D の、なので B ですね。B は臨死質ではなくタンパク質となりますね。はい、そして C は正解。そして D、C ですね。そうなんですよ。認知症に類した、症状が出て、そして死に至る神経難病なんですよ。なのでこのあたりもしっかりと押さえておきましょうね。はい、そして D、CJD 訴訟を契機として生物由来製品。そうなんですよ。CJD、人乾燥硬膜、人由来のものなんで、生物由来製品で感染のリスクとかありますよね。はい、あとは HIV もそうですよね。生物由来製品となりますので、ごめんなさい。HIV じゃない。こちらですね。血液凝固因子製剤が、こちらもですね、
生物由来製品となりますから、なので、下2つはですね、生物由来製品に関する内容となっておりますので、そのあたりもしっかりと押さえておきましょう。はい、ということで、問20は3番が正解となりました。はい、ここまで大丈夫だったでしょうか。はい、第1章ですね、結構特に最後の方、ここの訴訟問題難しいですよね。しっかりとここはややこしいところが多いので、復習しておいていただきたいと思います。はい、ということで、動画ここまでいいなと思っていただけた方、ぜひぜひ、LINE アットなどにも登録していただきますと、試験情報だったりとか、あとは、個別に相談などもお受けしたいと思っておりますので、ぜひぜひ、ご活用ください。はい、ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。